こんにちは、心理カウンセラーの高村です。プレゼンの前は気が重くなって夜眠れないこともありますという相談を受けることがあります。こういう症状をお持ちの方は辛いですよね。本当にこれさえなければというぐらいに重になっていらっしゃる方もとても多いです。で、これを和らげていくにはまずはある程度の準備はあった方がいいでしょうね。これだけは必ず伝えるっていうようなことをある程度決めておくっていうこともいいですし、ただあまりこれを詳しく、これもあれもこれもあれもっていうふうにやりますと、もう全部読み上げるような形になってしまいますので、これは逆にとても無理っていうことになりますから、まず大枠こういう筋で話をやるっていうことは押さえておいた方がいいでしょうね。あとは完璧にやろうとしない、ほどほどでいいっていうふうになればいいと思います。今回悪評が立ってしまってもうバカにされてしまう、顰蹙を買ってしまうというふうに思いがちですけども、過去にそういうふうになったことがあまりなければ、今回も大丈夫な可能性の方が高いですから、そういった自分のある種の成功体験、失敗をせずに済んだ大丈夫だった体験というところにフォーカスしていただければと思います。こういったことをいろいろお知りになりたい方は、よろしければカウンセラー高森で検索しご覧になってみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。